スノーサーファーの皆さん、こんにちは。スノーサーファー、コツガイナオトです。僕がスノーサーフィンを、追求してきて成長するには3つの要素があったと思っています。その3つを皆さん紹介したいと思います。1つ目、僕はスノーサーフィン、サーフィンが上達したいという目的があったので、とことんサーフィンの映像を研究してきた。サーフィンの気になる映像、トップターンがね、サーフィンではもう全然できなかったんで、とにかくトップターンの映像を、サーフィンの映像を研究して、でその当時、DVD や YouTube の映像をガラケーで動画を撮影して、それを自分の仕事が終わったあとナイターですね、一人でリフトの上でガラケーを、気になる動画を撮った映像を見ながら、それを地形で練習していた。とにかくサーフィンの気になる映像を分析して、それを体現するっていうのを繰り返してきた。これが一番です。そして2、自分のライディングを常に見てきた、チェックしてきたっていうことですね。僕のバーディーのね、雅彦さんと、雅彦さんにね、写真撮ってもらって、それをチェックしたり、自分で、撮影してみたり、セルフ撮影もしましたし、仲間同士でも撮影したり、そうすると小さなことでも大きなことでも、もう気になるところをとことんもう直して、そして先ほどの参考にしてきた映像と見比べて、とにかく自分のライディングを見続けてきたっていうところですね。そして3、板との出会いは自分の成長の始まり。サーフスピリットをしっかり持った作り手が、サーフボードと同じようにスノーサーフボードを作り出して、その良いボードと自分のライディングの方向性が一致していれば、そのボードに乗った瞬間からもう成長が始まります。スノーサーフィンという感じで僕が始めたのは2004年なんですけども、まあ、スノーサーフィンとは僕は持ってなくて、雪の上でサーフィンの練習してきたんですけど、2007年にスノースティックと出会って、その時に田沼さんに初めて、U4 というモデルをね、紹介してもらったんですけども、そのモデルに乗るようになって、でこの U4 というモデルは、作者はどういう意図でコンセプトを作って、そのコンセプトはどういう滑りなのか、どんな場面でどういうふうに動いたら機能が発揮されるのかっていうものを研究するのがいいのかなっていうふうに思ったんですね。とことん乗り込んで、得意な場面や、やっぱり特化している板なんで、とことん乗り込むことによって、得意な場面、不得意な場面がどんどん分かるようになってきた。でこのその U4 というボードがどういうライディングが一番性能が発揮できるのかを、とにかくイメージして、それをライディングにライディングしてきた。そしてそれを絵に残すっていう、そして田沼さんに見てもらって、それに対して田沼さんからフィードバックをもらうっていうものを、ということを繰り返してきたんですね。まあ、そして1年に1本から2本、田沼さんが作ってくるスノースティックをが送られてきまして、それをどんどん乗り込んでいくんです。その乗り込んでいくときに、やっぱり同じように、このボードがどういうボードなのか、何に適しているのか、何をイメージで作られているのか、長所はどこなのか、短所はどこなのか、そんなイメージをもう膨らませながら、そのイメージをライディングで表現する、言葉ではなくてライディングで表現するという方法を繰り返して、今まで成長してきました。Yeah!
僕のスポンサーの一つであるフォルクスワーゲンジャパンですね、そちらの方からね、すっごいプレミアムなプレゼント企画っていうことで話が来ました。なんとこのボードは2021年22年発売モデルなんですけども、今発表されたばかりなんですけども、3名様にプレゼントされるという、そんな企画が立ち上がりましたので、ぜひチェックしてみてください。概要欄にリンク貼っておきます。それではまたお会いしましょう。 Keep Snow Sunny。